ソロモン諸島のバンヌグ島で暮らす先住民の間では、ザイラの森にビカと呼ばれる巨大ネズミがいると言われていたが、長年研究者は誰一人標本を見つけることができなかった。だが2017年、業者が島の木を伐採していたところ、その際に死んだ動物の死骸がビカであったという。この発見でようやくこの種の存在が証明され、すぐに生きている個体の捜索が始まった。いくつかの研究機関が森の中に監視カメラを設置して数年が過ぎた頃、ある日数匹の巨大ネズミがカメラの前に現れ、この捉えどころのない生物の初めての画像が公開された。約95枚の写真には、大きな鋭い歯でココナッツの実をバリバリと食べる4匹の個体が写っている。体重は1キロ、体長はほぼ新生児サイズの新種ネズミは、現存するネズミの中でも最大かつ希少なものの一つと考えられているが、絶滅の危機に瀕しており、ソロモン諸島政府の伐採許可が絶滅を加速させる恐れがある。オオネズミといえば、インドネシアのフロレス島に生息するフロレスオニネズミが有名であろう。体長45センチ前後であり、体重は通常のドブネズミの8倍にもなる。戦死時代にこの島で暮らしていた小柄なフローレス人の獲物であったと推測されているが、あいにく彼らはこのネズミよりも先に絶滅してしまった。アシナシイモリはミミズやウナギに似た両生類であり、ギニア湾に浮かぶサントメ島には他のどこにもいない2種がいる。北部では鮮やかな黄色をしており、南部では黄色と茶色のまだら模様がある。ほぼ1世紀もの間、研究者はこの2種が同じ種かどうか判断できなかったが、2014年の研究によりこれらは別種で交雑していることが確認された。さらに彼らの遺伝子を探ると興味深い物語が明らかに。およそ30万年前まではサントメ島のアシナイモリは全て単一種であることが分かった。その時期の火山で溶岩流が発生し、島全体に広がったことでこの生物が2グループに分かれ、異なる種へと進化したと考えられている。現在では溶岩が侵食され、両者の間に障壁がないため、北と南のアシナイモリは交配を始めて子孫を残しているが、今後交配が進むにつれて両種は最終的に再び単一種に戻る可能性があるという。イースター島といえばモアイ像で有名であるが、2023年にもう一体ラノララク火山のクレーターにある干上がった水の底で見つかった。高さ 1.6 メートルのこのモアイは横になっており、この地域の湖で発見された初めてのモアイ像である。だがこの新しい像にも謎があり、2018年に干上がり始めるまでの200年か300年の間、この像は水没していたため専門家も不思議がっている。当時は水深3メートル近くあったため、意図して設置したものではないはずであるが、この像がどのように湖底に沈んだのかは不明である。ガラパゴス諸島に生息するゾウガメはハンターのせいで個体数が激減したとはいえ、フェルナンディナ島固有のフェルナンディナゾウガメは火山噴火により1906年以降に絶滅したと考えられていた。だが2019年、ガラパゴス国立公園のレンジャーがこの島で大きなカメを発見。驚くことに DNA 検査によりフェルナンディナゾウガメであることが確認され、サンタクルス島のゾウガメ繁殖センターに移送された。フェルナンダと名付けられたメスのリクガメはなんと約100歳にもかかわらず、まだ何十年かは繁殖能力があるという。色ぼけではない。よって現在レンジャーたちは同じ種のオスを探す使命を帯びており、実際2019年の探検で少なくともあと2匹の痕跡が見つかっている。もしオスが見つかれば、この種はさらに数世紀は生き残る可能性があるという。100年目の恋。近年カンジダ・アウリスと呼ばれる新種の真菌が各国の病院に出現し、集団感染を引き起こしている。この菌は特にカテーテルや栄養チューブ、呼吸チューブを使う患者に深刻な血流感染を引き起こす。また感染者の3から6割が死亡する可能性があり、さらに検出が難しく、多くの薬に耐性を持つため治療が困難だという。この致死性の真菌は2009年に日本の帝京大学の教授により初めて報告され、これまで自然界で発見されたことはなかったが、2023年にインドにある離島のビーチでこの菌が見つかった。
研究者はこの菌が元は野生のものであり、かつては無害であったのではないかと推測する。人間の体温は高すぎるため、ほとんどの真菌は死んでしまうが、この菌は地球温暖化の影響で高温でも適応できる生物に進化したのかもしれない。デリー大学の研究者が最終的にインド近郊のアンダマン諸島の湿地帯と海岸でこの菌を発見。浜辺の菌は抗生物質などが効かない多剤耐性で、湿地帯のものよりも高温でも早く成長することから、暑さに適応した新しい変種であるようだ。研究者も地球温暖化で無害な菌が人間にとって致命的な病原体に変わってしまったのではないかと警告する。この菌が野生から持ち込まれたもので、地球温暖化が人に感染させた要因であることが証明されれば、さらに多くの病原体が出現するのではないかと研究者たちも怯えている。ロサンゼルスの沖合に浮かぶサンタカタリナ島は1924年以来野生のバイソンの群れが暮らしている。このバイソンたちはこの島で制作された2本の映画に出演するために運ばれたが、どちらにも登場しなかったようである。撮影が終わり、クルーが島を去ると14頭は置き去りにされ、バイソンは島に適応して繁殖。そして1971年、その子孫がスタンリー・クレイマー監督の動物と子供たちの歌で撮影され、ついに銀幕デビューを果たした。避妊措置などで80年代の550頭から現在は100頭ほどまで減少しているが、すでに島では欠かせない存在となっている。2003年の調査報告では、バイソンの群れを移動させると伸び放題の雑草が燃料となり、山火事の強さが増す恐れがあり、また島はバイソン観光に依存しており、島民4000人の収入にも打撃を与えるという。2019年、絶海の孤島としてブラジル沖に浮かぶトリンダデ島には小さな研究センターと軍事基地しかないが、この島で地質学者が青緑色の奇妙な岩を発見。この見たこともない種類の岩を研究室に持ち込んで詳しく調べてみると、なんと島の火山岩と熱で溶けたプラスチックゴミが融合したものであった。単にプラスチックに覆われたものではなく、岩石や貝殻、サンゴに漁網などのプラスチックがしっかりと混ざり合っていた。この恐ろしいハイブリッド岩の発見は、プラゴミ汚染が広範囲に及んでいることを示すものであり、地球の地質にまで人間の影響が増大している証拠である。プラスチグロメートやプラスチストーンなど、研究者はこれらの岩石を3種類に分けており、実はこの島だけでなく、これらの岩は数年前からイギリスやハワイ、日本などでも報告されており、世界的な現象となっている。プラスチックだけでも分解には長い時間がかかるため、これらの岩は人類が滅んだ後も何億年も地球に残り続けるであろう。2015年、南太平洋で火山噴火により2つの島がつながり、フンガトンガ、フンガハーパイ島という新しい島が誕生。この出来事は生物学者や火山学者、地質学者などにとって島の生態系誕生とその進化を微生物の段階から観察するまたとないチャンスとなった。まず最初の入植者は、評価が後退した時と同様シアノバクテリアと予想されていたが、意外なことにこの島でシアノバクテリアは見つからなかった。その代わりに研究チームは硫黄や大気ガスを消化分解する未知の微生物を発見。これらの微生物は深海の熱水噴出口や温泉など特殊な環境に生息する生物と似ており、この新種は地下深くで発生したものかもしれない。通常新しい島の最初の細菌は鳥の糞や海水を介して持ち込まれることが多いが、この例は珍しいという。そして2022年、あいにく島が形成されてから7年後に大噴火が発生し、再び分断され島のほとんどが消失してしまった。2020年にオーストラリアを襲った壊滅的な山火事で、カンガルー島も深刻な被害を受け、特にカンガルーやコアラなどの固有種の命が失われ、土地の4割以上が消失。島の生態系、柏原育英、島の生態系の回復には時間がかかると予想されており、動物の個体数を回復させるため野生生物の専門家が13箇所の土地に901個の飼育箱を設置することに。最近研究者がチェックしたところ、ある箱の中にアリの巣を発見。一見アリのコロニー全体が死んでいたように見えたが、なんと死んだふりをしていたという。
だが一匹のアリがわずかに動いたことで発覚。アリの個体が捕食者を欺くために死んだふりをするのはよくあるが、巣のアリ全体が自己防衛のためにひっくり返っていたのは初めて見たと研究者を驚かせた。おそらく箱を開けた時の音と振動が引き金に平家ガニ引き金になったと考えられている。世界には約90万もの島が存在するという。大抵の島はありふれたものだが、中には普通でない島もある。オーストラリアやマダガスカルにユニークな哺乳類が集中していると思いきや、実はそうではない。2016年15年にわたる固有種に関する調査により、フィリピンのルソン島には56種の哺乳類が生息しており、そのうちの52種がこの島の固有種であることが分かった。さらにこれらの9割は他のどこにも存在せず、ルソン島は生物の宝庫となっている。だがなぜこの島だけが抜きんでてこれほど多くの哺乳類が生息できたのであろうか。アイスランドやキューバと同じくらいの大きさだが、ルソン島には十分な広さがあるほか、多様な生息環境があり、進化する上での種同士の競争が少ないからだという。もしかするとまだこの島からは未知の生物が見つかるかもしれない。